おはようございます、ラバー軍団の小太郎です。おはようございます、ラバーズ J の水島ほたるです。はい、というわけで始まりましたけども、画質路外伝3本の矢ということで、はい、何なんですか今の。え、やっぱ挨拶って帽子取るじゃないですか。あ、面白い。あれですよね、すげえ夏仕様で着てますけど、はい、これ一応あれでしょ、この麦わら帽子プリンを隠すためにそうなんです、被ってるけど取るんや。そうやんな、うん、俺それを突っ込もうかなって朝思ってたけど、うん、いきなりこう脱いだから俺もうどうしようかなって。あ、ごめんごめん、そうやな、予想外やった。予想外やったね。うん、でもそうやな、見せちゃったね、一番汚いとこ。一番汚いとこね、ほんまにてっぺんな。ほんまにプリンやで、やばいよな、うん、汚黒々してんねん、地毛が。あの、一応アイドルはい、ちゃんと知らんとね、その辺は。そうなんです、すいません、ちょっとめんどくさくなっちゃって、はい、というわけで、本日お邪魔させていただいているホールさんは、はい、法隆寺店さんです。はい、ルールの方お願いします。はい、制限時間は150分1本勝負、はい、まず私たちには1本の矢が与えられております、はい、ですが、1人勝つごとに矢が1本ずつ追加、うん、最高3本でアローチャレンジ、うん、挑戦することができます、はい、ルールは変わっておりませんね。はい、変わっておりません。で、的の方がですね、変わっておりませんね。先生、まあ、何でもね、僕たちこの間っていうか、まあ、だいぶ前ですかね、やったの、うん、めっちゃ前やと思う。なんか3戦前やるじゃないですか、うん、この流れ、この2人でね、うん、4枚取ったらしいです。お、前回4枚はすごいね。4枚はすごい、僕全勝やったらしいです。素晴らしい、さすが黒バラ軍団。さすが黒バラ軍団。でもそういうこと言ってるとね、大概負ける。いや、見せてほしくなかったよね、なんか。いや、確かにね、確かにね、なんかプレッシャーを与えてきたよね、朝からね。与えてきたね、あれは。前回4枚取ってますから、孝太郎さん全勝ですからって言われましたからね今回も期待してますよ、はい、ということで、狙いはどこ行きます。これどうやったっけ、なんか噂によると、うん、矢の性能がアップしたらしくて。矢の性能が、あ、性能ではないか。じゃ、性能というか、くっつきにくかったのはくっつきやすくなったっていうやつだけね。だから、うん、狙ったらもういけるやん。いけるよ。こんなんとかでも当たったりするんじゃない。当たらへんわ。当たらへんわ。これはここ狙ったらだって確実にこいつは動いてへんからさ。あ、そうか。やろ。ど真ん中行ったら。そう。うん、まあ、ここそれやったら別にこれでもいいよね、うん、そんなん狙えんの。いい、それはでも新しい矢とは初対面やからさ。新しい矢とは初対面やからまあちょっとどんな感じか分かってないから、まあ矢が一新されたということなんですけど、うん、まあとりあえずやっぱでもこの辺は狙っていこうよ、まあ、これ一人250枚でいいからプラス。いいやん、朝からジャグラーとかでちまちまほんまに言うてましたかね、朝ジャグ行こうかな、なんかモーニングジャグラーしようかなとか、わけわからん優雅なこと言うてましたからね結構お誘いしたんですけどねで、ちょっと乗り気やったでしょ。いやー、2人でなんか朝からまったりジャグラーっていうのも新しくていいからっていうのもありますけれども、僕はきっちりリセットチェックからやりますけどね。あ、そうですか、じゃあ後ろついてきますね今ごやんといてじゃあとりあえずここでいいですか。はい、目標はね、はい、500枚のところを行くというところで、じゃあいつものやつ、はい、行きましょうか。はい、気合い入れて、はい、ガチの回で3本の矢、本当のドラマに筋書きなんてね。おはようございます、よろしくお願いします。ほら、ほんまやおはようございます、お願いします。あ、ありがとうございます。せーの、ドン転生とサラリーマン番中どっちがいいと思いますか。リセット状況によりますね。いや、でやっぱこっちゃんのリセットついていこう。ありがとうございます、よろしくお願いします。お願いします。僕ちょっと朝からね、ちょっと不安なことを聞きまして、今日今カメラ撮ってくれてる方がすごい貧乏神らしいんですよね。なんか水島さんもそういうカメラ振ってもらってて、グリーンを引いて、その人に今、まあ、この人なんですけど、変わった瞬間終わったらしいですからね。もうそんな貧乏神嫌やで思って、とりあえず学校チェックしよう。じゃあなんなん、あの何リセット見せてもらおうかなと思って。せこいせこいよこれ、僕3枚使ってリセットチェックするのに見んの。じゃあこっちからやろうか。そっちからしんや、そっちから。やるわ。あー、でもやっぱ番長3人気やな、行ったらよかったかな、全部埋まったな。
162回って相当でしょ。とりあえず見ます。あー知らない捨てない。これ私、まあ、リセット確認とかあんまりしないからよくあのほんまにリセットしたんかとかがねちょっと見定められるのかっていう不安。とりあえず行きます。押した。これしてますね。ブルってした。じゃあこれはリセットだと判断して私は転生打とうかなと思います。リセットしたよ。リセットした。が間違った。ガクンした。ガクンしたよ。今しましたけど、もう一ゲーム回します。そう、なんか今しましたけどとか言ってるじゃないですか。これもね、判別不可能なんですね。ちょっと難しい。だから多分ね、水島さんが怪しいけどさ、一応しますね。完全シーンだったら、まあ、末なんですけど、あこれ多分末っすね。多分読んだらありますけど、僕は末やと思います。あだからなるほど。これしなかったんで、末とリセットがあるってこと。転生で転生見ましょうか。うわあ、可動値高かったのに、こっちゃんに取られた。絆番長3満席で行ったらよかったかな。行きます。あ、今しましたよね。た気がする。前回結構北斗とかにも人集まってた印象あったんですけど、水を奪いに。今日はそうでもないんですよね。でスイカ引いたな。はい、とりあえずこれちょっと打つっていうことで、まあ、もう実戦スタートしないといけないということなんで、2時間30分スタートします。どんくらい回ってるんやろ。15ゲーム、1ゲーム、00やったけど全然天井とか狙える感じじゃないですね、背置きの時。とりあえずこれからガックン見ていきたいと思います。いきます。あ、来た。来たからこれ打ちますね。で、これないでしょ、事件がね。うわー、これもうあれやわ、貧乏神のあれ出てるわ。無駄に27ゲーム回させられたっていうね。これ子役で引っ張られて隣に行きます。あー、右リールだけがっくん。ちょっともうちょっと見ます。あー、2ゲーム目はしてないんで、これもリセットと捉えます。一応ね、即前兆ももしかしたらあるかもしれない、プラス前代リセットを確信するためにもうちょい見ましょう。うん、多分転生は前理性。あー、でもこれ際どいけど前理性なんじゃないかな。うん、これ音が悲しいことになってる。え、あ、側前兆やん。側前兆、え、え、当たるでしょ。あ、当たらへんの。いや、もうちょい回します。おじさん、おなかに。はい、24ゲーム24アベッシュで8点。おじさん、伝説はここで終わり。やった、これラッキーやわ、ラッキーやわ、マジで。あれ、貧乏神じゃないかもしれへん。今うんってうなずいてる、うなずいてる。はい、ありがとうございます。はい、29ゲーム29アベ相当3本。
直前場から当たりました。グリーンや、頑張れるかな、ちょっと頑張りましょう。これがね、これが2時間ぐらい続いてくれたら文句ないねんけどな。いきます、実践スタート。これアップですか、勝ってんやん。早くない、倒れる。貧乏神や。だって122枚得してないもん、別に当たったけど。はい、単発122枚ですけどです。うんうんってない、うんうんってなんや。はい、とりあえずやめます。こちゃん単発で終わってる。よし、
行きます。ラスト1台や転生もね、ちょっと水嶋さんの横を失礼しようかな。ラスト1台これいきます。一気にいきます。お、赤やロング。先生燃焼赤って、アベシ、あ、赤に光ったよ。赤に、ほら赤やで。あ、電車ロング、やった。マジでやりました。これは当たるまで行くよな、多分。当たるまで行くっていうか、まあもうこれリセットで560やから当たるまで行った方がいいし。そうですよね、ロングやからなるべく早く当てて何回も初当たり頑張らんと。そう何回か取れる可能性あるか。そうよ、頑張りどころ。わかりました。647ベスト10で、おー4じゃん。50、おー、また何か引いた。640アベシで、アベシチャレンジ、おー、継続した。よかったです。今投資が400枚、ゲーム数的には229ゲーム。これいっぱい続けて終わったらまだ1000残ってるし、あの3時間じゃないか、残り2時間ぶっ通しで当てれるように頑張ります。だけは避けたい。
ルとする人間にはすべてこの拳で応えるのです。とりあえず単発の壁は越えました。こうやってレベル高かったらいいんです。なんかめっちゃ冷たい目で今ちらっと見てきたよ。いやちゃうねんちゃうねんちゃうねん、これ貧乏神のせいやねん。そうやった。だからやっぱ全然ちゃうなと思って。そうやなそうやな、調子ええやんか。俺めっちゃ調子悪いやんか。やっぱカメラマンさんのせいやな。あでもそうやと思う。かわいそうやけど、やっぱこういうの続けてさいっぱい出したいやんか。どうかこっちゃんのとこにあの神様届けて。とどめだ。あんなあの神様ほんまいらんねん。いやほんまやばいよな。やばいから。税分長？え？朝から税分長？なんで？朝から税分長？え、なんで？ちょうるさいねんこれ。これうるさいねん。なんかごめんな。朝から税分長？朝から税分長よ。当たったけど単発やったしさ。あ、そうやんな。せやねん。でもこっちは見て、こっちは二郎方がございます。朗報なに？後ろをご覧ください。あっ、カメラマン交代の時間や。交代の時間です。いやいや、よっしゃ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 、よかったよかった。ええよええよええよ、これ変わったらな、また流れ変わるかもしれんし。ちょうど前兆やし。せやな、ちょ頑張るわ。頑張って。これ頑張ろう。ありがとう、うん、頑張るわ。とりあえず SP 入れよう。入れます。何の拍手やねん。貧乏神さんは休憩の時間ということで、ホールからホールの外に消えていきはったんで、俺も大丈夫やわ。うわ、行っちゃう。あー、行っちゃう。リプレイです。返しろ。これを糧として現象者の道を歩む。あー、これは SP 内ですね。うわあ、ああ、カツアタに惜しかったな。まあしょうがないんで移動します。ちょっとこっちゃん旅立つわ。こっちゃんもともと割とクールな感じではあるじゃないですか、表情が。いつもより暗かった。番長、リセットかけられてんのかな。番長、番長朝一だけ打ちましょうか。今もうちょっと出すすべないんで、こういうことをやって少しでも初当たりに近づくしかないと。全然ゼロゼロのこれ、これいきます。やってきます、まあ、この台計算してみたんですけど、おそらく、まあ、ずれてる可能性もあるんですけど、据え置きであれば350くらい
だと思うんで、まあ、リセットじゃないにしろなかった時はまあ400のゾーン打てるかなと。帰りに買い物行こうよ。やっほー。ものじゃのう。さて、レイカム。さて、レイカム。61ゲームで8点です。頼もう。こちらをご覧ください。なるこれに決めた。ぴったりね。レッジを持てますね。リセットっぽい。このゲーム数ちょわかんない。ちょわかんないですけど、いや着地で発展してその後すぐ全長来てて、着地ではないと思うんですけど、まあ当たりました。とりあえずうわいいねいいねいいね。でリーチ目出ると、リーチ目じゃねえ、チャンス目がこれ普通に。うわなんか豪華やな、この辺りすげえ豪華よ。おばちゃん指使ってる。あ、これ初めて見ましたけど、レインボー。うわーうわー豪華絢爛でした。70ゲーム当たりました。総投資14本。7を狙え。はい、赤7番勝ボーナスです。真ん中来い。あ、に引けたのがややや弱手のみ、1回のみです。継続に期待。あら、チャンス。継続ないか。はい、126枚の獲得です。はい、この台は天国決断もなかったんでやめます、移動します。はい、このオス番長3なんですけど、まあ、現在、いただきジャーニー終わって14ゲームなんですけど、ベルが今まあ4回なってるんで、まあもしかしたら対決レンちゃんとかいるかもしれないんで、ベル7まで様子見たいと思います。いやーないな、これこれないっすね。あーでもどうしよう、30人か緑か、いきますか一発対決まで。他今打てる台ないんで、これベル天井が32なんで、ちょっと他打てる台、これいきます、いきます、32まで、とりあえず対決。これが男だ。さあカットイン入って、あーチェリーか、102ゲームチェリー。あーまた連続で、あーこれ欲しいな、これ対決欲しい。いいでしょう。よしよし。これが男だ。チャンス。ここですね。はい、110ゲーム、110ゲーム。対決。よしよしよし。あるよ。あるよ、バスケットボール。まず先制しよう。あー取られた。いやこれは外されへん、ぶちかましたね。取ってくれよ。あー大丈夫、
突破的。うわー最悪や、マジで。うわ最悪や、やった。まさか貧乏神がその辺にいるんじゃない、ない、休憩終わって帰ってきてるんじゃなかろうか。もうベルのタイミングも悪かったな、引けへんかったもんな。126ゲームから得分。かなり、はい、当たってるでしょ、はい、やった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 紫勝手でした、ありがとうございます。137ゲームいただきジャーニーいただきました。さあ頑張ろう。水島さんが、まあ、どう考えても多分プラスでしょう、まあ、今続いてるのかどうか分かんないですけど、プラスで終わってくれると思うんで、やっぱ僕も最低、まあ、サバイス取れなくてもプラスまで持ってきて、いやーね、取りたいんで、3本で挑めるように、ちょっと、ここ、頑張ります。
これでいきましょう。オーソドックスに。174枚です。立ち戻し、まあもうベル溜まってるんで対決いきますと。で乗せましょうと。さすが、あれバドミントンや、勝てるやつや、勝てるやつや、いわゆる卓球や、これ勝たなあかんやつや。はい、ベルも引いて、これリーチ目出るんちゃうんすか。ちゃうわ。あーさ、勝った、よし、ループしてくれへんか、青か、あかんか、そうそう、まあまあまあ、とりあえず行こう。ノリオとの対決、何来る、バドミントン、こいつとバドミントンはしたくない。おお、王女聖夜引いたか、弁当や、弁当、もう負けんなや、負けんなや、いった、またいった。おっと、再びボーナスチャンス、天国とか言ってたら嬉しいけど、おー、順調やな、うまいな、ほんまうまいやん、ありがとうございます。俺の歴史にまた1ページ、あーかっこいいね、あーちょっとあわよくば絶頂とか考えたけど、まあないっすよね、大体絶頂の時あれですよ、温泉とかからですよね。この極み、うわ、青七や昇格した、うまいぞ、あらす、先生で、ありますわ、うわ最悪や、変わった、今めっちゃ流れ良かったんすよ、貧乏神が帰ってきた、ってこのタイミングでこうやって、はい、アッチタイム、今青7引いてるんすから、ドッグチャンスですから、なんでこのタイミングで戻ってくんのよ。あ、あらららら、らうまい、チャンス目よ、これあるでしょう、当たらへんけど、チャンス外したけど、青7級のチャンス外したけど、どうしてくれんのこれ、いきなり、いきなりどうしてくれんのこれ、じゃほんま帰ってもらっていいですか、マジでマジで、あー
なかったストック349枚。いやー、青七十のチャンス名7割ぐらいあるんすよ。ほんまさ、貧乏神に変わった途端これですよ。いいなー、もうあかんわ。ちょ、ほんま完全流れ変わったわ。めっちゃ良かったのに。まだら上位10周か。ゲルヒート見てくれ。いやーきつい。うわー、もうどうでしょうか。うわー、シャッティやチャンスアップない。マジか。トータル560枚。ほんまひどいって。ほんまひどい。これ変わった途端ですよ。変わった途端何にも起こらんと終わった。何にも起こらへんかった。マジでやばいっすよ。ちょっと清めてきてくださいよ。いや、引きですからとかじゃないよ。あなたの呪いですから。あとね、ええや、ええでした。この年長内でええやってないとえらいことになりますよね。今さらやめられへんし、なんかめっちゃ深いとこまで連れて行かれそうな気がする。やばい、落ちてそう。終わりました。多分カサンドラでなさそう。はい、この台は41ゲームでやめたいと思います。めっちゃ優雅にコーヒー飲みながら打ってる。何くつろいでんすか。いいでしょ、コーヒー飲みながら。もうあの天井狙うだけやし。え、天井狙いやから。うわ、ちょっとらそのお茶。え、なんでこんなハマってる。え、当たらんかった。え、伝承も終わったの。終わっちゃった。あ、終わっちゃってもうやめれへんねや。そう、1100ぐらいで終わっちゃって。あ、マジで。やめれんやんな。え、やめれんやんな。やめれへんな、さすがに。そうやんな。え、今プラス、え、なんかあんまりコイン出てないな。1000枚。1000枚出たで終わっちゃって。投資は400枚。あ、じゃあまだプラスはプラスや。プラスかな、こんだけ。うん、プラスか。でももう危ないよな。1480とかそんなんいったら終わりじゃない。せやな、こんな優雅になんかコーヒー飲んでる場合ではない。やっぱり切羽詰まってる状況であっても心だけは余裕持っときたいやんか。あー、なるほどね。っていうので、コーヒーから入ってみました。あ、そうか、わかった。じゃあとりあえずプラスにしてな。頑張るな。やばい、今ね、もうちょいでプラス。あ、そうなんや。今ちょっとめっちゃいい感じやった。まあ後で説明するわ。あ、分かった。いろいろあって伸びひんかったのよ。結構いろいろあって、いろいろあって伸びひんかって。一言じゃ説明できひんくらい。そうそうそう、後でエンディングできっちり話するし。楽しみにしてる。近づくな近づくな。じゃあ頑張ろう。もうちょっと、とりあえず2人とも勝利目指そう。オッケー。ちょっとトイレ行ってきていいですか。なんで
待ち構えてんの、もうトイレぐらいほっといてくれよ。ここまでついてこやんといてくれ。もうさあ残り時間がもうあまりないので、ポンポンとビッグに肩寄らしてプラス駅まで持っていく。これアニバーサリーですよ、パネル。ちょっとこれまだゼロのやつあるんで見てみましょうか。いやーしてないね、ガク君ね、回されてもないってなると、昨日ついたライブとこれいきます、これいきます。あー綺麗、あーいいっすね。はい、145m ビッグボナス。い
ほんま。プラスになるかどうかほんま微妙なとこばっかさまよってるわ。わからない。これ水島さんのハッピーマジックのスタンプなんですけどこれを置いとこうかな。これをこれちょっと置いとこう。もしかしたらペカってくれるかも。危ない。こうやったらええかな。置けへんわ。持っとくわ。こうやってハッピーマジック、ハッピーマジック、ありがとう、おたやんありがとう。ビッグやったらすごい助かる。なんやねん、リスばっか。どんだけリプレイ引くの。レギュラーかいな。レギュラーかいな。まあ、いいです、いいです。テカランよりマシですから。もうワンペカ。もうワンペカ頼む。おお、ほほ、ハッピーマジック、やばいな。めっちゃペカるやん。マジか。さあビッグ来い。よっしゃ、勝ったぜ。これまくった。あー、ええ音楽流れてありがとうございます。なるほどね、わかったわ。貧乏神相手のハッピーマジックのスタンプを使えば撃退できるっていうことね。ただこれジャグラーでしか通用せえへんからな。それが辛いわ。触んなや。ペカライオンになるやろ。ほんまやめてください。これガチのお願い、ガチのお願いでやめてください。なんやったらもうジュースとかおごるんで、ほんまやめてください。一挙終了、あと1分でございます。まだ即当たればチャンスはある。あー、残り10秒切りました。5秒4、3。はい、今時間終了になったんで、まあこれラストですね。これでペカればセーフ。まあいや、でも頑張りました。結果はエンディングでということで、お疲れ様です。来た60ゲーム、テリーでペカりました。これがビッグだったらいいんですけど。来い、ちょっとあと私切れます。よっちゃん、これでも安心です。よっちゃん72ゲーム、いいジャグレンしてます。お、よっちゃん、you
コスではビッグ2回、レギュラー1回引くことができました。なんとバスさん47分の1ということで、最後まで当たりいっぱい引けてよかったなと思います。で、投資が400枚プラスはプラスだと思うんですけど、的の大きさにも関わってくると思うので、何枚プラスになってるか楽しみに流したいと思います。ありがとうございます。意外と出てました。結果発表でございます。イエーイ、イエーイ。もうちょっと早速言っていい？いいよ。僕の方から。嬉しそうやん。嬉しそうなんです、うん、いや嬉しそうっていうか、まあ、とりあえずね、投資700枚に対しまして、うん、回収が1196枚だったので、はい、まあ、プラスの496枚なんとかね、最後はねプラスに持っていけたんですけど、はい、本当はもっと買ってたんですよ。なんかいろいろあってみたいな、カスカスしたりか。もうね、うん、番長スリー打ったんですけど、まあ、サクッと当たってくれまして、すげえ流れ良かった。もうね、上乗せもして、ポンポンでボーナスもね、2日連続で引いて、その2日目にね、2日目じゃない、まあ、2回目の番長ボーナスで、青7やったんです。すごい。これまた乗って、これもっと出るやんって思って、たらね、変わったんです。あのカメラマンさんの貧乏神、変わっちゃったんや。変わった瞬間ですよ。あかんやろ。もうチャンスメスカル、対決語れへん、何にも起こらんと思って。やっぱそうか。ほんまだからね、もう何これと思って。あの方は本当に貧乏神やったっていうのを確認する実践になってしまいました。キングボンビーかもしれないですね、もしかしたら。強敵やん。ただまあ最後はね、ジャグラーであの、ハッピーマジック使わせていただきます。ああ、ありがとうございます。あのハッピーっていうスタンプ持ってあるじゃないですか。持ってます、持ってます。ハッピーってなって、あれ出してこの上に置いといたんですよ。ありがとう、ありがとう。めっちゃペカってくれ。ハッピーマジックやべえ。ハッピーマジックボンビーに買った？ボンビーに買った。だからね、対処法としてはほんまに、まあ、ジャグラー限定やけど、うん、ハッピーマジック置いたら大丈夫。わかりました。お守りみたいな感じで厄除けやな。厄除けですね。で、まあプラスとで。素晴らしい。はい、私の方はですね、投資400枚、回収912枚ということで、512枚プラスでした。やったやん、やったー。すげえ、2人ともプラス。ほんまに。え、しかもさ、512枚、うん、1000枚いってるんじゃないですか、2人で。2人で512枚、498枚、496枚。お、いってる。いってる、うわ、ギリギリいってる、すごい。すごい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 。え、しかもヤーさんも。ヤーさんも。え、マジで？で、的が1000枚からのやつやから。こんなでかい。こんなでかい。これ3枚プレゼントできるで。できるやつよ、これ。ね。うわ。うわ。ちょっと逆にプレッシャーやけどね。いや、ほんまそれな。あとさ、うん、2人で今日実践して1回目からこんなできすぎたらさ、あとがちょっと嫌じゃない？あとがって。ボンビついてくるし、3店舗。そうね、3本取りやからね。その後また2店舗目行くんで、ボンビついてくるから。ついてくるよ、ボンビ。帰ってもらう？帰ってもらおうか、ちょっと。まあ、とりあえず、2本、どうする？ 3 本あるから、とりあえずじゃあ1本ずつ行って、いい感じやった方が、いい感じやった方がもう一本いきましょうか。それでいきましょう。はい、じゃあ最低、まあ、いや3本目標で OK いきましょう。はい、頑張ります。頑張ります。本当のドラマに筋書きなんてね。お願いします。えいっ、うわっ、バカもん、これ。外れてるよ、外れた、外れてる。孝太郎先生、筋書きの方ありました？筋書きってなんかもうようわからへんけど、とりあえずこれは外れてるね。そうですね、どっからどう見ても気持ちよく外れてますね。まあ反対、気持ちよく外れてるよ。マジか。もうごめんやで。まあまあまあいいですよ、いいですよ。2枚取ろう。そうやね、2枚取ろう。次いきますわ。あのドラマ書き換えてきてください。書き換えます、うん、書き換えます。はい、じゃあ書き換えますって、ようわからんけど書き換えます。当てます、とりあえず来い。あー、待って、当たったくない、当たったくない。どうこれ当たってる気がする。俺も当たってる気がする、ね、ちょっと怖いな、これ止められへんな、これスピードが速すぎて、スピードが、ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ、待って、はい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 、よっしゃ、当たってる。書き換え成功ですね。書き換え成功しましたよ。素晴らしい。
しい。はい、とりあえず一本や。お上手でした。ね。うん。むずいな、これでも。いや、でも早いとむずいね。めちゃめちゃ難しい。ていうか、もう運任せじゃない、これって。せやな。そうやんな。せやな、早すぎると運任せやと思う。だから、持ってる人今日一番。こっちゃん、だってボンビーが、私んとこボンビー一回も来えへんかったやんか。でもボンビーが来てもなお勝利したこっちゃんにこれもう一回狙ってもらえたらなと思う。いいのリベンジしやんで、うん、もうちょっといいわ。ちょっといい、あの間開けて。あ、ちょっと開ける、うん、開けたいと思う。わかった、じゃあ行くわ。うん、2枚目、2枚目取ります。お願いします。これ外れたらボンビーのせいです。いきます、頼むで。いけ、うわ あ, あこれはかわ、これは外れてる。ボンビー、これは外れてるわ。ノー、ボンビーのせいやな。これはもうボンビーのせいやな。こっちはもう気持ちよく外れてるわ。かなり気持ちよく外れの図に刺さってるわ。刺さってるね。いやこれちょっと突破せんでした。ちょっとな、でもなんか逆に、うん、運ゲーぐらいになったからさ、うん、あの気持ちは楽じゃない、外した時の。いやでも、でもね、3本あって1本はちょっとね、この的やからね、まあ、ちょっとね、まだ、まあ、1戦目じゃないですか、うんうんうん、で1枚やから前回4枚取れたということはまだ2戦目3戦目で、はい、全然まだ2枚2枚って取ったら5枚になるし。あ、そうやそうやそうや、うん、それでいこう、それでいこう、うん。はい、僕たち次回もボンビーに負けずにね、はい、ちょっとクオカード取れるように頑張っていきたいと思いますんで、ちょっと応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。誰やレゴ、おー、来た、百獣来た。お願いします。告白する時も、あー、デートの時も、喧嘩の時も、ごめん、仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ。